次日本映画大学、そんな大学あったんだ。映画東大阪大学、新潟リハビリテーション大学、あ出ましたね、あ出ましたね、長崎ウェスレアン大学、宇部フロンティア大学、あーこれね、はい、すごいぞ、一番規模が大きい。さあ、では始まりました。もちゃチャンネル。さあ、今回はですね、皆さん気になっているエフラン大学、全大学紹介します。まあ、まず、一般的にね、もうエフラン大学ってだいぶ広くなっちゃってるので、使われ方が。よくわかってない状況になってるんですが、一応は河合塾の模試とかで、ボーダーフリーですね。そのボーダーがないと。もう低すぎちゃって、どんな点数取っても、どんな点数取ったとしても判定で合格になっちゃいますよっていう、そういう大学部のことを言いますね。なんで、一般的になんか、まあ、2コマ線とかね、参勤交流よりも低いところが、なんかエフランですみたいになってるんですけど、そうではありません。じゃあその一般的にエフランとされてるところでも、だいぶ幅が広い。もう偏差値35以下とか、定員割れとかしちゃってて、偏差値が算出できない大学一覧になります。では、見ていきますね。まずはじゃあ、首都圏行ってみましょうか。1都3県。埼玉県、浦和大学。浦和って、昔の県庁所在地の名前ですね。浦和市ってね。その名前を取っているけれども、エフランなんですね。埼玉大は国立だけど。次が、尚美学園大学。直美学園大学。ちょっとわからない。この学園ってつくとこいっぱいありますよね。続いて、千葉県、亀田医療大学。医療大学なのに。次が、千葉科学大学。全く知らない。東京都、子供教育保専大学。知らない。全然知らない。次が、フグの服飾大学。服とかでね、衣服とかのとこのになりますよね。次は、東京純真大学。純真大学ピュアなの。次は東京精英大学。知らない、全く。次は武蔵野音楽大学。あ、まあ音楽大学ね。音大はまあありますよね、それね。神奈川県、松陰大学。昭和音楽大学。あ、また音大だ。次、日本映画大学。そんな大学あったの、映画。関東甲信越になると、宇都宮共和大学。聞いたことない。作新学院大学。文政芸術大学。あ、芸大ね。芸術大学ってつくのもあるよね。次は、まあ、山梨です。健康科学大学。あ、また科学ついてる。次が、新永山大学。知らない。続いて、新潟、慶和学園大学。またやっぱ、なんとか学園大学ってことですよね。次、長岡慶徳大学。あ、地名だよね。名前読み方っていうか。次は、新潟産業大学。で、新潟食料農業大学。そんなのあるんだ。で、新潟リハビリテーション大学。あ、出ましたね。カタカナが入ってるところって結構ありますよね。続いて、近畿地方ですね。意外と少ないですね、近畿地方は。京都花鳥大学。これ聞いたことある。花がついてる。次も、京都工科女子大学。これも花がついてますね。で、次は大阪府が、大阪音楽大学。また出ましたね。音大、音楽大学。で、次、はい、よく話題に出てくるやつですよ。東大阪大学。これね、東大と大阪大が入って最強の大学とかって言われるんですけどね。だから問題解いてくださいってすごい来るんだけど、リクエスト東大阪大学の。見つからないです。どなたか持ってたら教えてください。すごいいっぱい調べたことある。だから過去にここの大学。次は兵庫県神戸開成女子学院大学。なんかすごい賢そうな名前なんだけどな。高校だったらすごいとこっぽく聞こえるよね。次は和歌山高野山大学。で、岡山学院大学ですね。だからすごく少ないです。近畿地方のエフラン大学の数ってすごく少ないんですね。意外。続いて北陸東海静岡浜松学院大学。やっぱこう学院とか学園ってつく大学多いね。次は岐阜が岐阜女子大学。中京学院大学。あ、また学院。次は東海学院大学。やっぱ学院ってつくと多いですね。で、愛知学専大学。聞いたことないな。岡崎女子大学。あー、なんか聞いたことあるような気がする。名古屋産業大学。あー、産業大ね。三重県鈴鹿大学。そうなんだ。鈴鹿サーキットの。富山県高岡法科大学。あ、法科大学。石川県北陸大学。北陸学院大学。あ、両方ランクインですね。北陸大っていうのと北陸学院、両方が入ってますね。どんなとこなんでしょう。想像ができないですね。続いて九州地方行ってみましょうか。九州沖縄地方。福岡県にあるのが九州国際大学。あ、国際大学っていう大学も多いよね。何々国際。次は九州情報大学。あ、情報大学。九州女子大学。やっぱ九州プラス何々大っていうのが多いですね。久留米工業大学。あ、はいはい。西日本工業大学。ああ、西日本って幅広いのに。日本経済大学。もう日本全体なのに。佐賀が1個だけ。西九州大学。ああ、なるほどね。九州の西側だから。で、長崎県。あ、出ましたね。長崎ウェスレアン大学。このカタカナ入ってるやつですね。続いて、長崎純真大学。あ、2回目純真大学。結構あるのかな。
熊本県。うわ、全く読めない。小なんとか大学、これはわからない。次、大分県、日本文理大学。日本文理かな、日本文理かな、なんかすごい日本の文系理系両方ありそうな。次は別府大学、ああ温泉で有名ね。次、宮崎県、九州保健福祉大学。ああ保健福祉って名前ついてるところも結構ありますよね。南九州大学、あ西九州大学は2引き続き南九州大学がランクイン。宮崎国際大学、あまた国際大学。続いて鹿児島、鹿児島国際大学、あやはり国際大学。私学館大学、なんかかっこいい名前、頭良さそうなのに私学館だけだったら。続いて第一工業大学、あまたも工業大が入りましたね。そして沖縄キリスト教学院大学、あキリスト教の大学だ、へえ、学院っていうのも入ってるし、沖縄にはこの一つ。沖縄佐賀熊本は一個ずつしかないって感じですね。続いて中国四国、次は倉敷芸術科学大学、あ芸術と科学両方入ってますね。次倉敷作業大学かな、広島女学院大学、女子大なんですね。広島文化学園大学、あ文化と学園。続いて山口県、宇部フロンティア大学。あー、これね、はい、またカタカナが入りましたね。長崎ウェスレアンと宇部フロンティア。新潟リハビリテーションと、今のところ。次が、死生館大学。知らないな。で、東亜大学、徳山大学、徳島県四国大学。もうなんか響き的には国立っぽい。香川県四国学院大学。なんかやっぱあるんですね、こう学院大学、学園大学は。愛媛県聖カタリナ大学。あ、またカタカナですね。まあ、聖とか聖都なんでついてるんで、まあ、キリスト教系でしょうね。次が、松山篠宮女子大学。篠宮だよね、これ。東雲じゃないですよね。というので、これが中国四国地方です。わかんない。一つも知らない。まあ、この上フロンティア大学っていうのは名前は知ってますけどね。この珍しいっていうので。はい、そして最後は北海道東北地方です。札幌大学、札幌大学ってなんかもう国立っぽいのに。名古屋大学とかさ、ぽいのに違いますね。北海道大学は国立ですけど。次は札幌大谷大学、大谷大学。そして札幌国際大、あ、やっぱり国際ありますね。次は読めない。聖、なんとか、聖佐道都大学。道都、都がついてる。続いて、函館大学。ああ、函館がついてるのに。北洋大学。ありそう。ありそうとかあるんだよね。次、北海道情報大学。あ、入りましたね。情報がついてるやつ。続いて、北海道千歳リハビリテーション大学。あ、リハビリテーション大学2回目じゃない？新潟リハビリテーション大学に続いて2つ目。稚内北西学園大学。確かになんか北って名前が入りますよね。多分ね、北海道だから。次、青森中央学院大学。学院が入ってますね。柴田学園大学。知らないな、学園がつく。八戸学院大学。あ、やっぱ学院がつくね。八戸工業大学。で、弘前学院大学。やっぱなんとか学院、学園多いね。やっぱね、弘前大学は国立だけど。岩手県、富士大学。宮城、石巻専修大学。あ、専修ってのがついてる。東北生活文化大学。東北文化学園大学。文化と学園、あ、文化多いですね。文化学園とか文化学院とか組み合わせられますね。秋田に行って、秋田看護福祉大学。おー、ノースアジア大学、すごいぞ。一番規模が大きいんだけど、北アジアっていう、全大学の中で最も大きかったけど。続いて山形県、東北広域文化大学。へー。福島県、大宇大、大宇大学って言ってるのになんかすごそうなのに、大宇山脈でなんかすごい広いでかいイメージなのに。郡山女子大学、福島学院大学。あ、やっぱり学院つくの多いですね。やっぱ学院、学園つくの多いですね。文化とか工業とか何かがくっついてることが多いんですね。いや、意外とどうですか、多いですね、エフラン大学って。知らなかった、こんなにいっぱいあるんですね。やっぱまあ日本大学が多すぎるとか、全入できるところが多すぎるっていうのはよく言われてるんですが、こんなに多かったんですね。びっくりしました。はい、皆さんはどうですか？知ってました？学歴のマニアの皆様。まあエフランのね、実情に関してはいろいろと動画出してますけど、完全なエフランじゃなかったんだね。自分が教えてたところって。まあ、一般的なところでは入ってます。あのエフラン大学に、一般的な人が見るエフラン大学っていうのに入ってるんだけど、この本当のエフランには入ってないですね。ってことは、自分がその経験したのも、まあその動画見てもらえばわかるんですが、あんだけひどかったのに、英語だって中学生の内容しかやってないし、それよりもひどいってことでしょ？どんなだったんですかね？はい、びっくりです。ぜひ、皆さんの意見をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.